どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、ちょっと特別企画でございます。今日のテーマ、ドン、歌。この歌について初めてガズレレでちょっとこう深掘りしていきたいと思います。ガズレレではいつも言ってるんですけど、これウクレレの演奏はいろいろこうガズレレ YouTube でお届けしてるんですけど、いつも言ってることは歌中心ですよ。歌をね、こう真ん中に置いてくださいって言ってるんですけど、歌に関する動画やったことないじゃんということになったんですよね。今始まってるこのガズクラブという毎月5曲ガズのノートのダウンロードできるっていう、ここでですね、 SNS とかまあオンラインライブ、そのガズクラブ限定オンラインライブでいろんな質問とかやり取りしてる中で、歌が苦手なんですか、歌の歌い方なんかコツありますかっていう声をいっぱいいただいて、そうだ、じゃあ歌を歌う動画を、歌をね、歌う動画というか、歌をこう、なんというかな、楽しくレベルアップできるような動画を、ここで撮ろうと思います。はい。で、ウクレレ皆さんこれ簡単なんで、もしかしてこの動画初めて見てくださった方、ウクレレ始めましょう。ここにリンク貼っておきます。ここでウクレレの楽しさ始まってください。どうぞ。はい、いってらっしゃい。はい。そんなわけで、どんどんこの解説に入っていこうと思うんですけど、この私のガズなんですけど、私ってね、僕ね、考えてみたんですよ。ちょっと、思い返してみたら、ボーカリストやって、30年ぐらいになるんですよ。僕、19歳の時に、長野県から東京に上京してきて、その入ったバンドにボーカリストがいなくてですね、じゃあもう、ボーカリストが見つかる間、僕がメインボーカルやるって言って、そこから、実はずっとボーカル、ギターももちろん弾いてますけど、ギター&ボーカル。要はメインボーカルをもう僕ずっと務めてるんですよ。で、その30年間ですよ。まあ30年間もいかないから、だから19、まあちょっと28年間とか7年間の間で、まあガズが独自にこう、自分の中でこう蓄積していった、その声の出し方とか、大きい声出す基本とか、遠くに届ける声の基本と、それをお伝えしたいと思います。私はですね、このボイストレーニングに行ったりとか、ボーカルスクールに行ったりとか、この歌の上手い先生に習ったっていう記憶はゼロなんです。はい。そこを一応ご確認くださいね。ガズならではの視点ですからね。これ、ポイントでございます。はい。で、ここでですね、まず2つ、キーポイントとなる言葉をお伝えしたいんですけど、あ、ちょっと今のうちに今日の動画はですね、多分ですけど、ちょっと長めになると思いますね。まあまあ、ゆっくり見ていただくか、何回か小分けにして見ていただくのがいいかなと思うんですけど、きっとですね、いろいろこれから歌う上で役に立つこと満載だと思いますよ。はい。で、まず最初、キーポイントとなる2つ、これをお伝えしたいんですけど、まず1個目、モノマネ。これですね。ガズのね、ボーカルの先生ってね、まあもう、数々いらっしゃるアーティスト、ミュージシャンの方々のモノマネから入ってるっていうところを1個お伝えしていきましょう。あともう1個はですね、これは皆さんどっかで聞いたことあると思います。ホイドン、腹式呼吸ですね。この2つがですね、ガズレレの、まあ私、ガズの歌の基礎になっておりますということでございます。まずですね、そうだな、腹式呼吸の方からちょっと、説明をしていきたいと思う。これガズ流ですからね、そこのところをご確認ください。まずですね、腹式呼吸っていうのは、読んで字のごとく、腹式呼吸。腹ですよね。お腹っていうのはここですね。ここに空気を溜め込むんですよ。溜め込んで息を吸うでしょ。息吸ってください。息吸ってください。はーっと息吸って、ここで一回グッとこうロックをかけます。いいですか？今ね、こう今喋ってるじゃないですか。この間も今ここ今、実はグッと力入ったままです。今息もずっとさっきから吸ってないです。で、このままずっと喋っていけるわけですよ。で、これ、ちょっとずつ空気を落ち出していって、今そろそろ空気がなくなってきましたんで息吸いますけど、こんな感じですね。今また緩みました。はい。これね、不思議なんですけど、お腹に空気を入れてグッとやっていなくても、今、じゃあ緩めてください。お腹全然緩めて、もうだらーっとリラックスした状態でも声って出るんですよね。で、声を、こういう状態で声を出すときっていうのは、声出してるときだけお腹がクックックッとこう、こう、動いてる。筋肉っていうか、こう、こういうふうに動いてるんですけど、腹式呼吸っていうのはその単発で動かすんじゃなくて、クッとこう止めて、ここのロックがかかってる中で言葉を喋っていくんです。今もそうです。今も息吸わずにずっとこれ喋ってるんですけど、ずっとこれお腹の一定の筋肉がこう、クッとこうロックしたまんまです。今吸いました。はい。こんなことを意識すると、これがまあ一応腹式呼吸の基本だと思うんですけど、そうするとですね、この一回こう、お腹に空気を取り入れておいて、それをちょっとずつ出していく。要はダムみたいなイメージがいいと思います。ダムって一回こう溜めといて、必要に応じて出すじゃないですか。あのイメージをこのお腹の中で持つといいと思うんですよ。なので、腹式呼吸というと、なんというかこう、腹筋を鍛えまくるだとか、なんかそういう筋トレ的なことではないんですけど、それをホールドできる最低限の筋肉はいると思いますね。で、この腹筋の鍛え方について後半でも
ちょっと、お知らせしようと思うんですけど、ある程度の腹筋はいると思います。なんで、まあ基本的にはこう息を吸って、止めてる。今も止めてます。その中で喋っていく。今ここずっとロックされてる状態です。まだ今もこうロックされてます。そしてこの中でこう喋っていく。はい。そしてだんだん空気がこうちょっとずつ今出ていく状態で、だんだんこう空気がなくなっていくと、息を吸いたくなるもんだから、だんだんこう苦しくなってきて、今吸いましたというようなことですね。これが、まず基本でございまして、このお腹をロックした中で、まあ、ロックとあえて言いましょう。ロックしたっていうのはこうグッとこう、止めてる状態で声を出すと、すごい安定します。はい。これがキーポイントです。よく言われるのが、僕ね、声が大きい。よく声が通るっていうふうに、昔から言われてるんですけど、それはですね、腹式呼吸で声を出してるから、ということになると思うんですけど、例えばですよ、よくあるシチュエーション、最近はあんまりないですけどね、さすがに。例えば居酒屋さんに行って、注文したビールがね、なかなか来ないなっていう時に、怒ってないですよ、怒ってないですけど、すいませんとか言う時あるじゃないですか。はい。その時に、まあ私めちゃくちゃ声が通るんですよね。この時も、すいませんってその、やるより、ここグッとロックして、すいませんって言うんですよね。それって、つまりね、こう、家で言うところの基礎がしっかりしている状態で声を出した方が遠くに行くんですよ。つまりですね、腹式呼吸じゃない歌い方だと、こう基礎工事がね、まだグラグラのところにね、家を建てるようなイメージなんだと思うんですよ。で、腹式呼吸でお腹をクッとやると地盤がカッと固まって、その上でこう声を出すから、こうしっかりした声が出て、遠くまで届き、かつ安定します。これ腹式呼吸で、例えば歌を歌わないと、この間もね、うちのハニーさんと言ってるんです。うちのハニーさんは腹式呼吸っていう概念がなかったんで、今ね、そのことを伝えてる時に言ったんですけど、うちのハニーさん歌ってる時に長く伸ばしたりする時に、例えば、わーってこう伸ばしてる時に、こう、自分ではね、意識して、気づいてないんだけど、ちょっとこう揺れちゃって不安定になるんですよね。だけどこれね、腹式呼吸でお腹をグッと押さえてると、あーっと、しっかり安定するんです。これ、皆さん実感してください。じゃあ実験します。じゃあ今の、これ C の音、1弦の3フレットの音をこう鳴らして、この音でちょっと伸ばしてみようと思うんですけど、お腹をこうクッとして、ロックして伸ばす方法と、じゃあ何にも普通のこの、普段の生活みたいにダラッとした中で伸ばす方法、ちょっと比べてみようと思います。いいですか？この音ですよ。せーの、最初はじゃあ力入れないパターン、ロックしないパターンね。通常バージョンです。せーの、あー、どんどんさーっと抜ける感じ。はい。じゃあ、今度クッとロックしてやってみましょう。せーの、あここ安定しませんか？最初の、お腹をロックしないパターンは、あーとかすぐ空気がふわーっと抜けてっちゃって、こう、ふわーってこうなんか、風船が最後さ、空気がブワフーって抜ける感じ？風船をこう、ちょっと口つまんでこう、ブーっと出してあげる方が、こう、安定的に出る。そんなイメージをちょっとこう実感していただくのがいいと思うんですけど。で、ちょっと、もう一回やってみます。もう一回。まずは緩めるパターンで。じゃあ今度音程変えよう。だー、2弦の0フレット。あー。じゃあ最初ゆるゆるバージョン。せーの。あー。はい。はーっと抜けちゃう。じゃあお腹をグッとこうロックして息を吸い込んでね。腹式呼吸で出してみましょう。いきますよ。せーの。あこっちの方がやっぱり安定的で、まあ、最初よりは伸ばせるんじゃないかなと思います。これをね、なんとなく、そういうことかということを実感していただきたいです。で、これ、腹式呼吸ができると何がいいかというとですね、歌はもちろんね、パワフルになるっていうことは間違いないんですけど、喋るときも、これ、すごくいいんです。まあ、ガズもですね、もう、全国津々浦々どころか、もう、ハワイとかベトナムとかでもガズレレイベントやって、もう、100人、200人、1000人の前でも、イベント やるわけじゃないですか。その時に、やっぱりね、マイク使うって言ったって、やっぱり、でっかい声じゃないと、やっぱりこう、届かないんですね。で、これね、皆さんも経験ないですかね。あんまり大きい声で喋ってると、喉が枯れちゃうでしょ。あれはですね、喉で喋ってるってことになると思います。で、ガズはですね、皆さんご存知でしょうけど、もうずーっと毎日あんなバカでかい声で歌って、声喋ったりとかしてるのに、喉ってまあ、時期によって枯れたり風邪っぽい時も確かにありますけど、まあ基本的にはまあ、
いつも大体同じような声が出てるかなと。それはやっぱりこのお腹のね、この呼吸法を使ってるからだと思うんですよ。なんで、喋るときも、今この喋ってるときも実はですね、僕、そういうもうシステムになってるんで、喋るときからも腹式呼吸なんですよ。だからよくさ、言われるんですよ。最新ジープ昭和の夏メロとかで YouTube で早く喋るじゃないですか。あれもですね、だから腹式呼吸でクッと吸い込んでちょっとずつ出すから、ああいう風にこう長い長ゼリフを喋れるみたいな、俳優じゃねえんだからって話ですけど、それが腹式呼吸だから、舞台俳優さんとかはすごいですよ、多分あーとかよく やってる練習風景なんて、あれはまさにね、あそこでこうガッとロックして、こういうイメージでこうガーッとこう真正面にこう押し出すみたいな、そういうイメージだと思います。はい。で、あと声のね、出す、どんな声出したいかっていうのもすごい大切だと思うんですけど、遠くまで響かせたいとか、多くの人に聞いてもらいたいっていう時は、やっぱりちょっとこの心にね、ホールを作るというか、どっかここを共鳴させるようなイメージです。要はね、もう一番手っ取り早く言うと、オペラ歌手さんみたいな風にやると遠くに届くと思います。っていうことですよね。これは、これとこの、ここら辺に響かせるイメージと腹筋が混ざると、そういう風にちょっとこう向こうまで届くんじゃないかな、どうかな、こう響きがいいでしょ、こんな風になると思うんですけど、まあこれもこれから後でやるね、モノマネのところの領域に入っていくと思うんですけど、遠くに届けたい時と、あとはね、片やチャラさんみたいにウィスパーボイス、こうちょっと今度ここで歌いたい。こんな歌い方もあるんです。ただウィスパーボイスだったらね、腹式呼吸じゃなくてもね、いいって思うでしょ。ノー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 、ああいうウィスパーボイス、カヒミカリーさんだとか、そのちっちゃらさんだとか、ああいうウィスパーボイス、宇多田ヒカルさんのAメロの歌い始まりのさーっとこの、あれこそ腹式呼吸じゃないとね、すぐ空気抜けちゃうですからね。抜けちゃうですから、なんか変な日本語になってる。抜けちゃうんですよ。あれこそ、例えば、最後のキスはタバコのフライエヴァーがしたって、今すごくこう柔らかく歌ってるように思うじゃないですか。ああいう歌い方こそ腹式呼吸ガッてやんないと、これね、最後のこれ空気がサーッと抜けていくでしょ。もし腹式でやんなかったら、さあもう今でいかないぐらい空気が抜け切っちゃうんですよね。ここがねキーポイントです。バラードで優しい曲であろうが、もうロック全開の曲であろうが、同じぐらい息を吸い込んで、クッとやって、その中からこうダムのように空気を出していかないと、まあまあ、ああいう風には歌えないんですよね。だから、ここがね、結構深いところでございまして、どんだけウィスパーボイス、もう離れ組みたいな歌い方をしていたとしても、もう、クッとロックして、その中で、なんていうかな、ウィスパーボイスを、表現している。そういうふうに覚えておくといいと思います。とにかくやっぱこれから人前で話す方、例えば会社でね、部下に説明しなきゃいけないとか、お客さんの前で話さなきゃいけないとか、そういうシチュエーション、例えばね、ご近所さんの集まりで司会するとか、そんな時もですね、この腹式呼吸やってるとね、まずね、楽ですから。これ慣れておくとですね、もうね、変なとこは疲れない。これを覚えておくと、すごく有効だと思いますんでね。はい。そうです。これが一応基本です。腹式呼吸。この概念を持っていただきたいという。はい。そう、息も歌ですね。今ね、一応ね、今日長くなるなと思ってメモをここに書いてるんですけど、一応ね、どんなメモか見せますか？こんなメモです。すごい適当みたいな感じですけど、これを見ながら進んでおります。でね、そう、やっぱりこの、息も、声、歌声の一つだということを覚えておくとすごくいいと思うんですよね。例えば、僕の大好きな、玉置浩二さんとか、はい。まあ、桑田佳祐さんなんかもね、やっぱこの、息、吐く、息も多い一個の、声とか合ってるわけですね。もっと一緒に恋したい。これすごい腹筋使いますから。だから、そこも、腹式呼吸の一個基本として、こう息を吸って、クッとこうロックして、これでね、まずね、体が安定するんですよ。こう体が、腹筋をクッとロックしてるから、これもいいと思いますね。背骨に変な負担がかかなかったりとか、姿勢がクッと良くなるっていうのもあると思います。はい。だからこれはですね、もう一個言っちゃいますか？健康にめっちゃいいっすよ。健康に。これ腹式呼吸ちょっと試しただけで、ちょっと暖かくなってきません。これね、やっぱり体力を使うというか、こう、息を吸い込んで、クッとロックして、こうやって出して、また吸い込んで、これ繰り返してると、まあ、代謝が上がるんですよね。僕これね、だから僕に言ってるのは、音楽で免疫力アップ。まずこれをですね、体験してください。最高じゃない？楽しく音楽やって歌ってさ、健康にもいいんだもん。
免疫力も上がっちゃうって言っても、最高だよ。どんだけって話なんですけどね。はい。そういうことで、この腹式呼吸をお届けしたいと思うんですけど、今ちょっと一個いいの忘れてた。あのね、ウクレレ一本で歌を歌うということの、なんていうのかな、奥深さをちょっとこれ知ってもらおうかな。まあちょっと休憩だと思って聞いてくださいね。ウクレレって小さくて便利でしょ。はい。ちょっと弾いてみましょう。じゃあ、踊るポンポコレン、ちょっとやってみますね。なんでもかんでもみんな、踊りを踊っているよ。こんな感じです。じゃあですね、他の楽器で試してみましょう。ここに今ギターがあります。ギターでやってみます。じゃーん、出たギターです。これギターね、皆さん、これめちゃくちゃでかくねって話ですよね。これ大きさ比べてみましょう。ほら、こんなちっちゃいんですよ。ウクレレってこれだよ。もう4分の1とか、まあ、とにかくでかいでしょ。で、じゃあこのギターでさ、今やった踊るポンポコリンボ、ちょっとやってみましょう。どんな感じになるか。コード一緒ですからね。ワン、ツー、スリー。何でもかんでもみんな、踊りを踊っているよ。誰でもくたんぼあと、一匹のひさん登場。どうですか？これさ、つまり何が言いたいかというと、このギターっていうのはですね、やっぱボディが大きいでしょ。だからすごい音量ももうでっかいし、低音からハイまで、高音から低音まで、まあ迫力があるわけですよ。この迫力がある中で歌う方が、要は歌ってさ、楽っていうかですね、こう盛り上げてくれるんですよ。これ応援団がすごいんですよね。で、かたやウクレレで歌うってことは、これちょっとその後聞いてみると、ちっちゃって感じじゃん。なんでもかんでもみんな、やっぱ全然低音も高音もいきなりこうパッとレンジが狭くなって、音量もキュッとちっちゃくなるでしょ。だからその応援団がちょっとちっちゃいようなイメージなんですよね。だからその中で歌を歌うっていうのは、あの、簡単ではないっていうか、だからこそこうすごく深められやすいというか、要はまあわかりやすく言うと、なんていうかな、変な小賢しいごまかしが効かないっていうのこようなイメージになるのかちょっとわかんないです。僕はですね、あのウクレレで歌を歌うとですね、ものすごくボーカル上達するとすごく思います。あの細かいニュアンスもこっちの伝わるような気がするし、まあこれもう一個の考え方ですけど、でこれこんな大きいのにができることが、この子がほぼ同じことできるわけですよね。そこにロマンがあるかなと思って、このウクレレの可能性はね、もう本当に気がつかせてもらってるんですけど、どう聞き比べると、もう本当音域の違いっていうんですけどね、低音から一番上の高音域までの幅がもうこんなちっちゃいでしょ、ウクレレって。だからこそそのちっちゃい中でのまさにミニマルライフですよ。本当にこのちっちゃい、この最低限の可能性の中でどこまでできるかっていう冒険みたいな楽しみもあると思いますね。そこら辺も楽しんでいきましょう。はい。じゃあ次、2時間目っていうかね、あ、これ持ってていいんだ。2時間目はですね、モノマネについてです。ですね、やっぱり僕どのミュージシャンも絶対絶対そうだと思うんですけど、例えば玉置浩二さんも桑田佳祐さんも宇多田ヒカルさんも、世の中にいるもう ありとあらゆるミュージシャン、ポール・マッカートニーだって、それこそローリング・ストーンズのメンバーだって、オアシスのメンバーだって、絶対に誰かの影響を受けてます。つまり言い方変えたら、影響を受けるっていうのは、まあああいう風になりたいな、いいな、かっこいいなと思ってそれに近づこうとする行為、つまりモノマネだと思うんですよね。で、僕もですね、まあモノマネっていうと、まあ、ちょっとあのね、ちょっとふざけた意味症もあるかもしれないんですけど、とにかくやっぱりそのニュアンスをつかみ取るのがすごく、まあ、好きだったっていうのもあるし、例えばね、踊るポンポコリンを桑田佳祐さんが歌ったとすると、なんでもかんでもみんな、ちょっとね、やりすぎっていうのあるけど、じゃあ玉置浩二さんだったら、なんでもかんでもみんな、イメージですよ、イメージ。イメージ大切ですからね。でもこれって、結局表現の幅を知るというか、こういう歌い方があるんだとか、こういう表現があるんだ。例えば、今の踊るポンポコリンを R&B シンガーが歌うと、なんでもかんでも、みんな、おー、踊りを踊っているよ。お鍋の中からポワッと、とかいうアドリブを聞かせるんだなとか、ビブラート。なんでもかんでもみんな、踊りを踊っているよ。こういう歌い方もあるんだなとか、なんでもかんでもみんな、こういろいろなこう、要はね、表現方法
法をまず知るというか、それ自分でやってみる。はい。で、これは、なんていうのかな、この、本当にその、そこに気がつくっていうか、あ、こういう歌い方、あるんだなとか、あ、ここは本当はこうメロディーなんだけど、こういう風にアレンジするとこういうなるんだなというのは、まあ、聞いて、自分の、なんかこう、表現に加えていくっていうことになると思うんですよね。あ、例えば、ビブラート1個だって、なんでもかんでもみんなって、全く揺らさずに伸ばす方法と、なんでもかんでもみんなってこう揺らすやり方とか、なんでもかんでもみんな、覚えてあえてこう止めるとか、そういうのも表現力の一個じゃないですか。例えば一個の表現ですけど、息継ぎする、息を吸い込むタイミングを変えるっていうのもあると思います。こんな感じ、なんでもかんでもみんな踊りを踊っているよ。これでもだいぶ印象変わりません？なんでもかんでもみんなじゃ、なんでもかんでもみんな踊りを、こういう風に、これでもなんかちょっと、ここで息吸うとこういう風になるんだ。例えばですね、あいみょんなんかは、ブレスの位置が、なんか、普通と違うようなところに入ってるから、なんか独特の空気感が出るなとか、そういうなんか、分析っつっちゃあれですけど、なんかそういう表現方法をいろいろ知っておくと、また自分の表現にいいなと思ったものをこう出せるっていうのがあるから、やっぱモノマネ、をしてみる、モノマネっていうとだから、試してみるってことを伝えたいわけです。一言で言ったら。はい。それがすごくいいんじゃないかなと思います。ここで今書いてあるのは、ビブラートでしょ？あと、溜めて歌う。なんでもかんでもみんな踊りをこう溜める。これ今のちょっと大げさにやりますけど、あとはオペラっぽく歌う。なんでもかんでもみんな、これも表現方法の一個だと思います。あと、最近の若手アーティストの中でよくある、昔で言えばもうサザンオールスターズとかミスターチュートレンとか、舌を巻くちょっと英語っぽく歌うっていう歌い方もありますよね。なんでもかんでもみんなみたいな、ちょっと今大げさにやりましたけど、これも表現の一個だと思うんですよ。はい。だったら遠くまで響かすとか、このさっきも言ったウィスパーボイス、何でもかんでもみんなアイデリーワード、ほら、一曲でもいろんな表現ができるというように、これは本当に今の本当に例としてね、ちょっと大げさにやっていますけど、いろんな表現ができる中で、じゃあ自分はどういう風に、歌いたいかなとか、こういう表現が私はやりたいなってことをこう深めていくっていうきっかけになると思って、モノマネ、大いにやっていくのがいいと思うし、自分にあんまり好きじゃないなとか、あんまり興味ないなっていう音楽の中にもそういうヒントってあるんで、そういうのをいろいろ音楽を聞く、これ今 YouTube とかさ、いろいろこの、なんだ、いろいろ、Amazon プライムミュージックだとか、その Spotify とか、そういうもので今いっぱい音楽が聴ける時代になったんで、すごくいいと思います。はい。例えば、今話題の、キングヌーなんか、例えば、何かかとか、すごくファルセット使って息がこぼれるとか、そういう表現もね、今いろいろあるなという中で、やっぱそのいろいろ知ってる方がやっぱりね、楽しいんじゃないかなと思うんですけど、まあこれ、もう一個言っておきますよ。例えば、ブルーハーツのように、もうこれしかなくて、ストーンとストレート。これだってかっこいいじゃないですか。だからまあ、それも一個のね、もうこの人といえばこの歌い方、例えば、桑田さんといえばこれっていうのも、もちろんもうこれも、かっこいい。ただし、こう、桑田さんとかそのね、ブルーハーツの河本大翔さんなんかも、他にいろんな歌い方があるって知ってる中で、それ、そういうふうに、まあ自分のこう、やりたいことをこう突き詰めてるというふうに思う。そこを考えますとですね、キャラ設定するのがいいと思います。自分は、これ、こういうキャラだぞ。僕が自分が歌うときはこういう、ニュアンスでいこうって言って、最初そうやってるうちに、それが個性となって、そのご自身のそのキャラクターになってくるかなと思うんで、まあ、そんなに大げさに考えなくてもいいと思うんですけど、とにかくやっぱり、歌うときは、まずじゃあ、基本に立ち返ると、腹式呼吸で声を出すっていうね、安定させて、こう、地盤をカッとこう、ロックして、そこでこう、気持ちよく声を出す上で、いろんな表現方法を、まあ、知っておいて、その中でこう、いろいろできることを、試してみて、で、自分のものにしていくというのがいいかなというふうに思います、ということでございます。はい。こんなことがね、まあ、まず、声を出す上で、一番最初の基本になるから、歌っていくことの基本になるかなと思うんですけど、ですね、ちょっと今、ここのリンク見てください。これね、ウクレレ、ガズレレでやってて、いろんなお役立ち情報っていうところがあるんですけど、ここで歌が音痴になっちゃう人の動画とか、最初歌い出しの音程がわからない人の動画とか、結構いろいろ
キーポイントになる動画がいっぱい上がってますんで、これ必見です。そこにもいろんなヒントがあると思うんですけど、今日はちょっとまたブレイクタイムとして、一個のですね、この、面白ゲームをやってみようと思うんですけど、音程当てゲームです。例えばですね、こう、目つぶっててもいいですよ。ウクレレのどこでもいいんですよ。ガッと押さえる。一本指で弾きます。はい、今この音鳴ってますね。これを音程で声を出すんです。いきますよ。あー、次。あー、あー、これやってみたらわかるけど、あれって なる人多いんじゃないかな。これはですね、もうトレーニングがいいと思いますよ。だからよく歌い出しの音程がわからないとか音痴になっちゃうというような方は、例えば踊るポンポコリンだったら、なんでもなんでもって始まるんですけど、最初の音を探すんですよ。なな、あ、これだ。これね、 C を押さえてるのに踊るポンポコリンだと、最初の歌い出しの音って2弦の3フレット、ここの音なんですよね。面白いですよね。 C から始まっているのに歌い出しの音はここここ、なんでもですからね。それで C を押さえて、最初の音が分かったら、まずこれを、なんでも、なんでも、よし、じゃあこれで歌うぞと言って、なんでもかんでもと入っていくと、歌い出しの音が分かるよとか、そんなようなことにつながっていくし、自分が狙った音を、狙った音にこう出したいわけですよね。じゃあ例えば今適当にちょっとなんかメロディー弾いてみます。てーてー、てーてー、てーてー。これ今適当に作ったメロディーです。てー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 。これを聞いたときに、この通りに歌を歌いたいわけですね。つまりはね、このメロディーを歌うぞって決めるわけ。じゃあ、コードを押さえて、今のメロディーを歌ってみます。てて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 、こう狙いのところにパッとたどり着ける。このトレーニング。ペー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 、こんな練習です。これ。ゲーム感覚でやるのがキーポイントですからね。これはですね、まあ時間もかからないし、これそんな腹式呼吸っていうよりは音を探すゲームなんで、まあこういう要素がいろいろカッと集まって、この歌のね、この、まあ骨の部分になっていくと思うので、はい。ぜひこんなことをこう、日々の中でやっていただければなというふうに思います。ちょっとね、これ、今日からこの、お腹を意識して、息を振って、やっぱ自然と姿勢も良くなりますからね。はい。で、まあガズレレ YouTube でもいつもこう、いろんな歌を歌ってますけど、基本はもう、よく僕のね、演奏動画見てください。歌う前に、でめちゃくちゃ息吸ってますから、あの息をグッと吸い込んで、一回ダムにグッと溜めといて、そっから歌い出してます。これ、どの動画でも見てください。まあもちろんガズに限らず、どんなアーティストさん、どんなシンガーも、それをやってますからね、腹式呼吸で。はい、その辺が分かってくるとまたね、声の出が変わってくるし、いいと思います。あと、注意事項としては、夜ね、あんまり腹式呼吸やると声でかいから、近所の目とか、あとね、お酒飲んでやってる時に、これ結構体力使うんで、もうヘロヘロに酔っ払っちゃうかもしれないよ。そして、あと面白いのは、それを分かった上で、まあ、行かない方もいるかもしれないけど、カラオケとか行ってみたら、うわぁ、声が出るなっていう風に実感するんじゃないかなって、そういう実験、ちょっとやってみてください。はい、せっかくね、ガズレレでウクレレで弾き語り楽しいってなってるのに、まあ、ここもね、やっぱりちょっと知っといた方がいいと思いますね。ウクレレでも思いっきり歌いたいんだもん。あともう一個言っておきたいのは、このキーが合うとか合わないっていう話の中でも、そのさっきのお役立ちのところにも出てくるんですけど、もしかして今までこれ高くて歌えないなと思ってたキーでも、腹式呼吸でハーってやったら出る可能性結構あると思います。はい。なんで、まあ、無理はしないでください。だけど、やっぱり音量が上がるんで、すごくやっぱ楽になると思うんですよね。あともう一個いろんな表現のところで言い忘れてた。ファルセットっていうのがありますね。裏声で。これもね、やっぱ腹式呼吸で安定させてやった方が裏声も綺麗に出るんじゃないかなと思います。もう腹式呼吸でね、裏声出されると、はーって空気がもうサーッとどっか行っちゃうから、その辺もすごく参考になるんじゃないかなと思います。はい。そしてですね、いよいよもう最後なんですけど、今日はですね、私が歌う上で気をつけてること、2ポイント。気をつけてるっていうか、やってることかな。これね、見てください。私はですね、もう何年もこれやってます。腹筋ローラーです。これをね、こうやって、腹筋をこう、こうやって今やるんですけど、これやり方わかるよね。これね、ガズの場合は、膝をついてやるパターンなんで、そんなにハードじゃないんですけど、膝をついてね、こう手伸ばして、こうお腹がこう引っ張って、こうこれをゴロゴロやるんですけど、床でね。これを大体ね、25回ぐらい、毎日、
元気な時は朝晩やりますけど、大体夜やるんですけど、これこのぐらいがですね、この歌を歌う上にはいいんじゃないかと。もう腹筋をガンガンやって、こうシックスパックつって、こう何ここがゴンゴンに分かれてるぐらい筋肉をつけるっていうのが目的じゃないですよ。こういい感じのこうここをクッとこうセーブできる、もうコントロールできるぐらいの腹筋がこう溜まっていくのがいいんで、モリモリの筋肉つける必要はないと思うんですけど、やっぱこういうのもすごくいいと思います。あとはやっぱりウォーキングね、朝の小1時間のウォーキング、最近雨降っててちょっとね行けてないんで残念なんですけど、そういうなんかこう結構こう息吸う吐くのことは結構意識してやったりしています。あともう一個はですね、これです、マヌカハニーっていう、これ皆さん知ってますかね。これ喉にすごくいいって言われて、僕もねそうなんだと思って一回こう試しに舐めてみたら、喉にこうザーッと締めてすごく心地いいんですよ。僕毎日これスプーン一杯ガズレレ YouTube 動画撮った後舐めてるんですけど、僕があんまりマヌカハニーマヌカハニーって言ってたらですね、そのこのこのあれメデュカルインキュベーションシステムのスタッフっていうか、社長さんの方がですね、なんとガズレレのレッスンに来てくださってて、今その格好は購入させていただいてるんですけどね、これニュージーランドでしか取れない蜂蜜のねやつなんですけど、これすごく喉がいいとか、まあこれだけじゃなくて、例えば本当に普通の蜂蜜だとか喉飴とか、やっぱそういうのでちょっとこう潤してあげたりなんかするのもすごくいいんじゃないかな。あとうがいとかね、やっぱり、ね、風邪も引きやすいからね、喉っていうのは、喉はやっぱりちょっとこう守ってあげたいなと思うし、今コロナでねもうマスクしてるんで、やっぱマスクはね結構喉のためにもすごくいいと思うんですけど、まあまあそういうこともちょっとだけね、気を使ったりなんかするとまたこう気持ちよく歌えるようになるんじゃないかな。だって僕もさ考えてみたらもうすごくないですか、毎日毎日バカでかい声であんな歌っているわけですもんね。だからすごく、だから代謝も良くなるし、なんか僕元気っぽくないです。僕やっぱりね声出すのいいんですよ。腹式呼吸でガーッと出す気持ちがいい。そうこれでいきたいと思います。はい、今日はですね、ほんとちょっと長い動画になったと思うんですけど、でもなんかたまにはねこういうのもいいかなと思って、そういうのを意識した上でやっぱりこう楽しく音楽に向かっていくということで、皆さんぜひ歌ちょっとね意識してみてください。お腹ね、腹式呼吸と、あとはモノマネっていうとちょっとなんかいろいろイメージがあると思うんですけど、やっぱりこう影響を受けるってことですよね。はい、それをちょっと意識して音楽を聴いたり、自分も演奏してみたりするのをお勧めいたします。そしてですね、お知らせとしてはですね、実は8月1日、2020年8月1日にガズレレのオンラインイベント、誰でも参加 OK の大イベントを計画しております。ちょっと内容は近日公開なんですけど、その中でメトロノームを使ったこうガズレレの、特訓レッスンみたいなプログラムを組み込もうと思ってるんですけど、もう一個大事になるのは歌、これね、リズムと歌って、これはですね、リズムっていうのは一見地味でしょ、これこそがね本当は肝なんですよ。家建ててる時もそうですけど、一番基礎が大事じゃん。基礎って目立たない。だから今日の腹式呼吸みたいなもんで、リズムっていうのがこの音楽の中でどれだけ大事かっていうことをやっぱり皆さんシェアして、やっぱ今までよりももっとさらにね、音楽の奥深さをこう味わって体感して、なんかそういう風に なったらいいなと思って、8月1日14時から、ガズレレで、でっかいオンラインイベントや、その他もりもりだけど、その情報はまた、もうちょっとしたら、多分今日明日中に、公開になると思いますけど、8月1日14時から、開けといてください。これはですね、600円税抜き価格の有料イベントなんですけど、絶対損はさせませんのでよろしくお願いしますということでございます。はい、そしてですね、今ガズレレではいろんなことやってるんですけど、まあ、この今ウクレレ事前予約販売完売になりました。すいません、また来月、多分来月分また予約可能になると思いますので、ちょっと今回、間に合わなかった方また来月お願いいたします。あとはですね、もういろんなものあるんですよ。このガズレレのリュックサック、これも大好評。これガズレレ、これコンサートウクレレが入る、コンサートウクレレまで入るガズレレオリジナルリュックサック、これも大好評だし、あとキャップ、あとはマイハニーがハンドメイドのこのストラップ、このこういうのもついてます。 G マーク入ってます。あとはこの私の両親が作っている水引き歴50年くらいの両親が作っているハンドメイドの水引きとか、いろんなグッズやら、あとガズレシピ、アプリですよ。これも続々曲が追加してます。何回も言ってますけど、ガズクラブ、こっちが盛り上がってます。ガズクラブは月2回のオンライン、ガズクラブ限定オンライン生配信ライブ。もう大合唱でも汗だくですよ、もう。はい。それをやったりとか SNS で、今回のテーマになったように、いろんな、もうどんな質問にもガズがそこで答えてますからね。そういう質問とかやり取りだとか、テーマを持ってなんか投稿するとか、ガズクラブのクラブ活動も最高に盛り上がってまして、もう400人は優に突破して、結構なもうメンバー、います。ガズクラブの方もどんどん、まあ、ガズクラブに入っていただきたいし、まあまあ、いろんなあっちからこっちから
楽しく音楽盛り上げていこうと思ってます。はい、皆さんよろしくお願いします。つまりはガズレレホームページ見といてくださいね。要チェックでございます。はい、あとこの本だ、これも言っとこう。はい、はい、これね、この3冊、これが大ヒット中。3冊合わせて9万部に迫る大ヒットになっております。皆さんご活用ください。そんなこんなでやっぱりね、音楽ってやっぱやるからこそ楽しい。どん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 こうやって楽しく、免疫力も上げて健康になって笑顔も増える。最高だなということでございます。それでは皆さん楽しく歌っていきましょう。腹式呼吸と真似。ありがとうございました。さようなら。